はい、こんにちは。こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイアープロレスリングワールド。こちらをですね、実在選手を呼び出してプレイしたいと思います。で、今回は、そうですね、近々やる試合の中から選んで予想するとか考えてみたんですけど、YouTube で、90年代後半の、新日本プロレスを見たものですから、その中でやはり、90年代後半の名物って言った、まあ、NWO なんかもそうなんですけど、ライガーを中心としてジュニアが盛り上げていこうと。ジュニアといっても試合順から言っても前半の、まあ、試合順に置かれがちだというので、それではいけない。やっぱりジュニアは、ジュニアでもヘビー級に比べて負けてないんだっていうことがライガー中心に言い出されまして、でそこでもうファンの支持を、いい試合をして、すごい試合をしてファンの支持を集めてあげよう、集めて上に上がってやろうじゃないかっていう思いがあった6人のタッグマッチです。有楽園でいいな。タイガー服部で、その6人が、あれ？なんでないんだ？こういうことか。この6人ですね。獣神サンダーライガー、エール侍、剣道家臣、マスクマン軍団、対、家臣は第3世代ではあるんですけど、まあ、マスクマンというくくりで、こちら、ライガーのチームに入ったと。サンダーライガーで、一方、とんがりコーンじゃなくてとんがりキッズだったかな。まあ第3世代の、まあ、金本だけはちょっと第3世代のストレートよりはちょっと先輩になるんですけど、その金本、変えらず複数選択できれば便利やねんな。操作性悪いな。高いはで、大谷、この6人のタッグというのが新日のジュニアの生え抜きの名物でして、常に動きが速い戦いが繰り広げられていたと。自分はこの6人名物で好きでしたね。ロープチェック、イルミネーションはなし、ランバージャックがオンになってる。オフにしてトルネードでもない、反則は場外は、場外カウンターオンで、チーム復活で、というわけでこれはこのマッチをやって90年代後半の
新日にタイムスリップしたいと思います。果たして勝つのはマスクマン軍団か、あの若手のとんがりキッズか。楽しみですね。さあ試合開始。カシンと、はい、誰だ、大谷、金本かな、あのレガスつけてるから蹴りますね。カシンと金本が先発です。おお、大谷に見えるかな。レガースをつけているのは金本と覚えていただければいいですね。なかなかライガー の, あのこれワークショップっていう、まあ、公開されてオンラインの Steam のオンラインからダウンロードしてきたんですが、ライガーの造形なかなかすごいですね。さあ投げました、フロントスープレックス。金本キャメルクラッチに取ります。そしてさあ、こちらのコーナーに、あれ投げちゃった金本を。まあ、慎重な、あんまりスピード感があるわけじゃないのかな、最初は。あのとんがりキッズってやっぱり若かったし、やっぱり血の気が多かったんで、何としても超えてやるっていうことで、もう顔面ウォッシュとか激しいスタイルでやってましたね。一応派手な飛び技なんかもあったんですが、すごい気迫がみなぎってた。それをまあマスクマンが受けるという形だったと。家臣も結構あの協力してやってましたからね。さて、なんか見られてますね。さあ大谷が特にですね、この時期にライガーに対して闘志燃やしてたんですよね。だからライガーもそれに応えるように潰しにかかって、5分経過。さあストンピング。お、なんだ、逆水平って大谷やってたっけな。あんまり大谷を逆水平の記憶ってないな。もっと飛んでくれるのかなと思ったんだけど、おっと顔面ウォッシュだ、顔面ウォッシュ出た。金本も相撲のち21世紀になってからやるようになりましたね。これですよ、この拷問技。ライガーはやっぱりジュニア、90年代のジュニアは自分が作ったっていう自負がライガーにありましたからね。さあとんがりコーンズもまあ、お互いがあのライバルなんだけど、まあ、結束して自分が目立ちつつ目の前のライガーという大きな壁にぶつかっていくっていう、それがやっぱり素晴らしかったですね。もっとスピード感が欲しいな。目あぐるしい攻防が90年代この6人タッグの名物だったんですよね。さあこれ場外出たよ、空中技が。おっと動き出した、2人が戻った。さてライガー相手のコーナーに置かれてますよね。おっと、おーすごい、高岩のブレンバスター。せいや、さあダブルのブレンバスター。高岩はダブルのブレンバスター。サーティーンで戻ってまいりました。で、
サムライインタッチです。おっとダブルのバックドロップ。もうロープワークから、もうロープワーク本当に思い切り走るっていうのかな、よかったです。エルボドロップ、こんな選手だったっけ、なんかね、根本も。空中殺法とか蹴りを見せ、蹴りを見せてほしいよな、金本も。おお、蹴ってさあって、サムライト家臣がそしてどうする、え、出た、ネックブリーカードロップ、この時でしたね、出た、加速から腕しぎ。さあこれは慌てて向かい場と大谷が、おっと、さあこれで金本と家臣になりますが、大谷チェンジしまして、さあ倒して嬉しい、すぐカットに行きます。DDT、 おっと、マウント小艇だ、マウント小艇だ。ちょっとなんだ、このファイアプロレスリングは次に見られるとこ、まあもともとタックのタックリングがこのマイクロシリーズ最初でしたからね。ここウリーして、ローリングクレードルだ、きたー、これも家臣得意でしたよね。とコールはならず、さあこんなにいい分ではなかったですよね、最後の最後を除いて。さあフライングニールキック、大谷が、さあこれ高い場にタッチ、不可解な行動を。さあこれはでもロープに近い感じがしますね。レフェリーはタイガー服部、さあ腕しじぎ、右に見られて、おっと高い技が家臣に向かって、バレーボム持ち付きパワーボムを見たい高岩は。さあ家臣これね、で 足を持って、また腕しぎ、たまらずこれは金本さん、誰がしアントニーシー戦ってるのか分からないですよね、あれどっちなのか知れないんじゃない。台湾と自身ラリアット、至近距離感を視覚的ジュニアにしてはパワーファイトなんだ高岩は。さあこれでフランケンシュタイナー、ちゃんと結構危なかったかも。おっとちょっとライガーがフラフラになっている、いった。さあ侍の高岩がおっと、もう2人は出てこなかった。
リンだ。タイガー、あっと決まったのか、完全じゃなかったのかもしれないけど、さーっと至近距離からラリアットで金本チェンジです。さあ金本、じゃ綺麗なジャーマン、場外に落とすぞ。ライガー、ライガーは別の深岩じゃない、大谷とさて、これいいのか本当に、あの相手がそうだ、ダイビング、ピンチになったらすぐいい助けに行けない場合がある。ちょっと船音をバックリーか、そしてユニバーサルトプレース、すぐにカットです。試合時間はもう25分になってます。結構な、長丁場。さあ嬉しい、金本決まった、助けに行ける、金本の勝利。嬉しい逆十字固め、なんか金本強いですね。もうちょっと空中殺法が見られてもいいのかなと思ったりするんだけど、なんでなんだろうな。ロープチェックオン、場外カウントオン、反則もクリティカルを高いにしよう。気になるのが金本強い疑惑がある。金本のちょっと力を見てみましょう。レスラーエディットで新規レスラーモデル、他の選手は180に設定されてるんですけど、170あれ落ちるんだろうな、なんでだろうな。もう一試合ちょっと見てみましょう。
ストなしでやってみよう。あんまりカットなしでやった場合どうなるのか。あの U インターのダブルバウトとかトリプルバウトはカットが許されなかったんですよね。そういうルールをあの使いたい場合にやる、あのやるのかな。で、ホールなしでさーっと、さあ解雇ホールへ、トリプルバウトになるのかな。ちょっと入り乱れてしまうという弱点があるんだね。さあこれで、まああんまりその90年代の新日も、新日ジュニアも試合時間与えられてなかったですよね。タイトルマッチとかは別として、こういう6人タッグもスピードバトルだったんですけど、もうちょっとそれぞれの癖が見たかったというか、でも その中でやっぱり6人一生懸命そのうまく組み立てて、限られた試合時間の中で見せてたと思いますよ。ちょっとあの前のカットありだと、カットに入ってしまって誰が試合権にあるのかっていうのが分かりにくくなってますね。まあ試合権にマークつけられたり、あのカットに行く比率を下げたりっていうの、カットというよりあの連携攻撃というか、本当のカットじゃないよな、あのホールとか関節技を決められた相手を助けに行くようなホール、カットじゃないから、入り乱れてっていうトルネードバトルになっちゃってるのかな、まあ、それがまあ花ではあるんですけどね。さあタッチです。これで大谷にチェンジ。ライガーと、おーっと拷問で攻めていく。鬼田劇場でおなじみの真鍋さんが実況やってて、すごくあの早い展開にして、あの喋り方もうまくやってた。やっぱり6人タッグ の影の立役者って、ま、真鍋アナだと思うんですよね。今真鍋アナニューヨークへ行ったみたいで、プロレス実況ことはできないんですけど、で前日というか、じゃあ日テレの平川アナと新日テレ朝の真鍋アナっていうのはやっぱり90年代後半、まあ、2000年代前半にかけて、まあ、まだ平川アナはやってるんですけど、あの素晴らしい、私好みの実況ですよね。さあ戻ってきました。さあ高岩が、ここで
と上がって戻っていく。 DDT ラリアット、パーファイト。おっと逆に中腰の、さあ今度は金本にタッチして、序盤はやっぱりこうでなくついてないですね。足を攻めに行きます。お、これも不思議なんですね。相手をコーナーにやられたら攻められるのにな。おっと、なんで相手をコーナーまで行ったんだろう。おっと綺麗なタイガースープレックスで良かったよな。いや、ドラゴンスープレックスか。スープリックスだったのかも。嬉しい。なんか手を添えるのが、さて、おっとこれ嬉しいが来た。家臣が、家臣のお株を奪うような嬉しい。さあ家臣が投げてフレームバスター、オープンじゃない、コーナートップに上げて飛びつき、で十字さあ今度はダイビングエルボーです。さあライガーにタッチ、お蹴りを、これですよ金本は。蹴りを直射砲、直射砲を見せつけんな。おっとフライングヒールキックは外れた。そうですね、この青いがうまいんですよね、ライガーは。オープンスプラッシュから、おっと 2.9、 危ない、金本危なかった。さあ高岩にタッチです。ロープに切り返してライガーが、そうだか、あー違う、蹴りだ。あーとマウント焦点、これギブアップ奪える可能性あるんですよね。結構これで試合が終わっちゃったりして、えっていう時があったりするんです。なんで勝手にこけたりするんだろうと。もう一度フロップスプラッシュ、さあ決まったか、惜しい、 2.9。落としてきました。おっとヘッドバットに、ハンガーの頭硬い。さあライガー、おっとナース、まさに釘のよう、速い釘のようだ。これで決まったりするんですよね。ライガーの直下式 DDT かな、橋本が言うと直下式 DDT なんですが、ブレーマスターですよねこれは。で、威力が赤いも強いのでデフィニストップでした。はい、こんな感じで新一を6人タッグ、やってみました。ちょっとですね、まあ言い乱れすぎっていうのがあったり、もっとあの空中殺法とかロープに振ってその躍動感ある試合見たかったんですけど、まあその辺が今のプロ
イスルールプロレスだと、まあまだまだっていうところなのかな。これがだんだんとあの進化し、 AI が進化していくと、もっとあの人間に近いスイング感ある試合が楽しめるんじゃないかなというか、ちょっと懐かしの90年代後半の新日ジュニアの試合をお届けいたしました。いかがだったでしょうか。はい、まあ、コメントなどいただけるとありがたいです。またあのチャンネル登録募集しておりますので、ぜひぜひあのチャンネル登録してください。またですね、ブログやツイッターやっております。説明欄コメントの方にもあの記載しますので、よろしければ見てください。最後の20秒で流します関連動画、関連動画プレイリスト、はい、そちらの方も、見ていただければ嬉しく思います。タイトルに乗って20秒流しますね。はい、というわけで、ファイヤープロレスリングワールド、お届けいたしました。ご視聴ありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。